ホンダ F1 元マネージングディレクター山本正史インタビュー後編山本正シ前編フェルスタッペンは化け物大物と努力賞はホンダ F1 のマネージングディレクターとして第一線で活躍し数々の修羅場を経験してきた山本正シ氏 F1 ドライバーとなって3年目を迎えた角田勇気の走りをどのような心境で見守っていたのかそして ツノダに続く日本人 F1 ドライバーは誰かホンダから離れて F1 の世界を俯瞰して見ている山本氏に、日本人と F1 の未来について語ってもらった。アルファタウリのツノダ優は、入賞6回、合計17点を獲得してランキング14位となりました。3年目のツノダ君はよく頑張ったと思います。特に最終戦アブダビ GP はチームの戦略通りに力を出し切ったし、 ミスもなかったチームプレーをやり切ったレースだったと思いますレース後にフランツポストアルファタウリ代表とメールでやり取りをしたんですけどツーストップ作戦なら6位は無理だったかもしれないけど7位は絶対に取れていたと言っていてメディアに向けても話していましたけどずっとストラテジスト戦略家を尊重してきたけど最後に爆発していましたよね苦笑。 ランキンキグ7位を狙うという意味では1ストップ作戦は間違っていなかったと思う角田君本人もやりきったと言ってすごく充実した顔をしていましたからねどのようなところにドライバーとしての成長を感じましたかもともと F2 の時から一発は早いし集中力もあるドライバーだからそこは心配していなかっただけど シーズン序盤のマシンが全然走らない状況でも入賞権まで持っていって、忍耐強く戦っていた姿には成長がうかがえました。F1 マシンを手足のように操れるようになってきたというか、乗せられている感がなくなって乗りこなしているという感じ。ドライバーとマシンが一つになりつつあるなと感じました。